株式会社ヤック様のブースにお邪魔しています。お話いろいろと伺わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは御社のお取り扱いの商品ご紹介ください。はい、キャスミンというブランドをですねやってるんです。今年で26年目になります。ちょっと変わった作りで、それを継続してやってるんで、細々やってますけども、今までこれだかなと思ってますけど、あと今回はですねうちのキャスミンだけじゃなくて8人のメンバーで出してるんですけども、これはデザイナーでありまた自分でも作るし自分の工房を持ってるデザイナー、そういう集団なんです。だからここにそれぞれ独特の製法を持って、個性がありますんで、お互いコラボし合ったりとか、あとはジャパンブランドとして将来は海外に、発信したいという夢を持ってみんなやってます。はい、この JJF についてはどういった印象をお持ちでしょうか。そうですね、割と、コンパクトな感じで、来るお客さんも見やすいと思いますし、割と、他に日本にも大きな展示会ありますけども、割とこうなんていうんですか、人は多いけども実際ビジネスライクの人は、その中で一部ですから、そういう意味ではここもちゃんとニーズは少ないけどもちゃんとしたバイヤーさんはちゃんと来てますのでね、そういう意味では我々たちは効率よく仕事ができる場じゃないかなと思ってますけど。継続されて出展されている理由というのも教えていただけますか。そうですね、やっぱり、こういう形で最初は4名で出したんですけども、去年一昨年から8名にして、やっぱり、さっき言ったように落ち着いた感じで商売できるということ、お客さんともお話しできるということが一番だと思いますよね。はい、お客様とゆっくりお話ができるということなんですけれども、出店してよかったなと思う点がありましたら具体的に教えていただけますか。そうですね、やはり、そういう、仲間意識がありますから、そういう意味で、なんか自分で困ったことあったらお互い助け合ったりとか、そういう意味ではすごくいいと思いますし、みんなこう実売、ものも実際売りますけども、実売というよりはその発信型ですんで、そういう意味ではそのゆっくりできる場っていうのは必要だと思いますね。はい、シャンパンなんかも出したりとかね、楽しい雰囲気の中でお客さんを迎えられるように、将来の話ができるようにしてます。はい、国内だけではなく海外からもたくさんのお客様がお越しいただいていますけれども、お客様の質、印象というのはどういった点にありますか。そうですね、やっぱ中国の方が多いですけども、うちは以前ずっと香港に出店してたんですが、やっぱ中国のバイヤーさんもだいぶ、質の向上といいますか、いいものをちゃんと見てくださるバイヤーが増えてきてますね。やっぱり東南アジアのお客さんが多いですけども、もっともっとヨーロッパとかアメリカからもお客さんが呼べるようになればもっといいと思ってますけど。はい、最後になりますが、今後の御社の販路への展望につきまして教えていただけますか。そうですね、やっぱり以前はやっぱり海外をやってたんですけども、リーマンショック後ちょっと国内の景気が低迷してきたんで、ちょっと国内頑張ってきてまたちょっと、良くなってきましたんで、このメンバーと一緒にね、また海外に発信できたらいいなと思ってます。はい、やっぱ日本のいいものをね、もっともっと海外に紹介したいですよね。はい、いろいろお話を伺いました。どうもありがとうございました。